残念ながら明日が6月1日ですが、緊急事態宣言今日までではなくて、はい、さらに伸びます、うん、そうするとですね、伸びれば伸びるほどどんどんあるものが不足をしてくるんです。ただこれだけを申し上げますとね、例えば去年だってマスクがなかったじゃないかとかいろんなことがあります。マスク今十分にございます。ところが我々がどうしようもないもので、ところがそれがなくなると我々の暮らし物価に最終的に響いてきますよというものが、一日でもコロナが長くなると困るということでございまして、今年の夏はですね、とうとうあれも自粛に追い込まれるかもしれません。今大手の企業は皆さんですね、年度の決算の取締役会、それからこれから株主総会の時期を迎えます。もうそこで出てくる言葉の一つにウッドショックっていうのがあるんですね。でまずこの木が足りないという話からいこうと思いますが、ウッドショックこういうことでございます。世界的にないです。で日本だけがないのでは実はございません。で木材っていうのはですね、日本こんなに森林の国じゃないかと思われるかもしれませんが、日本の木材っていうのは切り出して、実際にお家で使うようにするまでの経費が結構かかるんですね。ですから結構高い。で今テレビご覧の皆さんでも、例えばテーブルとか子どもさんの学習机見てください。これ1枚の板ではなくて何枚か貼り合わせてあるとかね、つまり加工した材木なんです。加工した材木は圧倒的に北米から来ております。ものすごい値上げです。でこの値上げをしているというのは、まあ、一つにはそのアメリカ人の方もステイホームが長くなって、はい、でニューヨークとかの映像はあれアメリカのごく一部で、ほとんどの方はアメリカは国土が広いので、よくありますね、ログハウスとかね、その木で作ったアメリカンホームに住んでおられるわけですね。だからその需要が高いということがあって、もう一つはバイデン大統領がめちゃくちゃそれを後押ししてます。それがこちらでございまして、バイデン政権つい先日ですが200兆円規模の対コロナ経済対策を発表いたしました。日本でもちょうど1年前にお一人10万円運ぶっていうね、お出しをするっていう話がありましたけど、アメリカはさらに5万円上乗せ、お一人15万円でございます。そうするとすいませんご本人いらっしゃらないんですが、橋本徹さんご一家みたいにですね、お子さんがたくさんいらっしゃるともう軽く100万円近くいくということになりますと、どういうことにお使いになるかというと、先ほど申し上げたお家を新築するプラスね、アメリカですね、アメリカの方は自分でやるんですね。で、自宅でその在宅勤務が長くなるから余計に、大工さん頼むんじゃなくて自分で材木を買ってきて環境を良くしようというようなこともあるようでございまして、もう一気に木材不足です。実はもう今年の冬ぐらいには収まるんじゃないかと言われてたんですけども、各国でまたこのコロナ再燃したりしましたよね、そういうことでどん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 ね、この材木不足が収まらないんですよ。で今テレビご覧の皆さんでも、あうちそうなんだよという方がいらっしゃると思いますが、こういうことが起きております。これから家建てる人、これね今契約されている方は建築会社からできるだけ早くハンコついてくださいませんかと言われているご自宅もあると思います。というのはどんどん値上がりしているので、で材木だけではなくてですね、お家ってのは例えば窓ガラスもあります、それから台所のキッチンもあります。要するにいろんなものが値上がりしていきますから、材木はまず基本ですけれども非常にそれが高くなる。それから、賃貸住宅を考えておられる方、これ今金融機関お金いっぱい貸してくれますから、アパート建てようかななんて方もいらっしゃるんですけど、アパートだって、木材いっぱい使いますので家賃に跳ね返ってくるというような意味では、ちょっと我々の家庭生活にもですね、これから影響が出てきますよと、もう出始めてますよという話で、もう一つはですね、私今この家建てるのは木材だけじゃありませんよと言いました。今日本中の外国と物の輸出入をやってる会社あるいはビジネスマンは毎日夜の9時まで眠ることができません。皆さんある数字をめちゃくちゃ気にしています。それがバルチック海温指数と言います。バルチック海温指数というのはですね、実は世界中の海を渡っている貨物船、コンテナ船、いろんな船のですね、輸送料金の平均値です。でこのバルチック指数はロンドンで発表されますので、日本時間だと、まあ、夜の9時、今サマータイムですから9時になるんですけども、毎日出ます。グラフ見てください。これ去年の1月701、これ指数です、もうね軽く3倍以上と言ってます。で特に上がっているのがコンテナ船です。でこのコンテナが世界中で足りません。
でね、今世界の船が運んでるものはほとんどが実はコンテナに入ってるんですね、うん、なぜかというとコンテナってこの箱に入ってますから積み下ろしが楽で雨関係ないです、うん、だから荷下ろし作業もいつでもできるんですね。だからコンテナが足りないとなると私たちの生活にはこういう影響出ます。まず食料コンテナできます。コンテナが足りないんだったら来ません、うん、それから先ほど申し上げたいろんな建築材料の金具だとかね、うん、そういうものもコンテナで来るんですが、これがコンテナが足りないで来ません、うん、それから、牛豚が食べる家畜の餌、これもコンテナなので、こういうものが全部影響してくるわけですね。じゃあなんでこのコンテナが足りないんですか。これも実はコロナで長期化してます。これも今年の冬ぐらいで収まるのかなと言ってたんですが、こういうことです。アメリカの方々が何でもかんでもステイホームで、通販でパパッとこう注文されます。そうするとやっぱりそういうものを作ってるのは中国が多いわけですね。で中国から大量のアメリカへの注文をコンテナに積んでコンテナ船が向かいます。ところが港に入りゃいいわけではなくて、港に入ると税関を通すのに人がいる、コンテナを下ろすのに人がいる、運ぶドライバーがいるですが、カリフォルニアもまだまだコロナの患者さんが多いということになると、この港湾の手続きに入る人たちが例えば濃厚接触とかいうことになるとですね、普通にアメリカに着きました、普通だったら1日2日待てば港に入れるのに、早くて半月沖合にいてくれるというようなケースがあって、国土交通省によるとですね、常時 2,30 隻はロサンゼルスの沖合にいるそうです。それもこの間スエズ運河で座礁したあのものすごいコンテナ船いましたね、あのクラスです。そういうことになるとコンテナが空いてアメリカからのものを積んで、例えばさっきの食料ですよ、日本に向けて来てくれるコンテナがいないわけですよ。いないんだったら一生懸命お金払ってコンテナを抑えにかかりますから、お値段がガーンと上がると、こういう構図になる、うん、でちなみにこれには中国もちょっとかあの役がございまして、ね、はい、コンテナってあの鉄の塊、世界で一番作ってるのは中国なんです、うん、ところが中国も一応コンテナ、ね、作る前にもそのコロナ抑え込んだということになってますが、コンテナをどんどん作るっていう作業が滞ってるそうです、うん、だからやっぱり中国の中のいろんな物流もまだ本格化してないという側面がございます。で気になるのはここなんですね、はい、これがねちょっと我々の家計に来るかもしれません。というのは海を渡ってくるものが、今申し上げたように一生懸命お金払って海運会社は船を抑えてるわけですよね、輸入会社は抑えてるわけですよね、で船ももう無理だということになるとね、今ね貨物便の飛行機高いですよ、高いんだけれどもこれもお金払って結構需要が戻ってきてます。でも高いです。普通はそれは消費者が払うことになるわけですが、日本の中についてから別の圧力でトラックのドライバーさん、それから国内の運送業者、こういう方たちに値下げをしてくださいという圧力がまた出てき始めてるそうです。ドライバーの方たちって去年どう言いました、はい、社会を支えてくれている、これだけ通販で皆さん物を買う、だから物を運んでくださる方に感謝しましょうと言ってたんですが、一番実はその方たちにしわ寄せが行きかけている。だからやっぱり国際情勢がコロナという大きな勢いに流されている。もう一つはですね、はい、実は電力なんです。で電力もねちょっとご覧いただきましょう。潤沢ではないんです。これも去年まででも言われてました、はい、やっぱり日本は東日本の教訓がございますので、原子力がなかなか今再稼働ができませんとなると火力頼みなんですが、火力の原材料というのは LNG ガスもそうです、それから石炭石油もみんなそうですが輸入です。そういうことになるとやっぱりさっきの船の値段に関わってきたりもします。で去年も結構キツキツやったんです。キツキツだったんですが、もうテレビのニュースはもうコロナコロナコロナですから、なかなか皆さんに浸透してない。でさらにステイホームです。だからもう医者さんとかも奥さんとかもどうか分かりませんけれども、まあ、あのこの1年間で結構ご自宅の出費増えたのよっていうのは光熱費なんですね。でその光熱費の中でも、まあ、電気を使うのが多い、もう冬でも今エアコンが多いですから、それから今年はこれにオリンピックが来ます。もうすでに政府の偉い方はですね、もうぜひオリンピックはご自宅で皆さんご家族でテレビの、いやそんなことしたら余計にクーラーの温度を、ね、より冷やさなきゃっていう話にもなってですね、はい、ちょっと今電力会社としては今は足りてるそうですが、はい、少し身構えております。おまけにですよ、はい、身構えてる今、はい、今日何日ですか。
今日は5月31日です。5月31日です、はい、関東はまだ梅雨入りもしておりません、うん、ということは、はい、まあ今でもね、もう大阪暑いですからちょっとクーラーをかけて歩こうかってあるかもしれませんけど、フル稼働じゃないです、うん、フル稼働じゃない時点で夏の電力が足りるだろうかと。これね、実は一番危ないのは東京電力だと言われています。で東電さんがダメになったら、いや関西電力だからいいじゃないか、中国電力だからいいじゃない、そうはいかない。東電がダメになったら関西の電気を融通して送らねばいけません、うんうん、ですから、はい、これね、夏になったらですね、これがずっとこの状態が続けばですよ、今は外出を自粛してください、飲食なんてことを言ってますが、ちょっと電気もお控えくださいなんて言われるようになったら、もう暗くなりますね。ちょっと厳しい夏を迎えそうでございます。